こんばんは、リサーサーフヒデの波乗りラジオ。全国のリサーサーファーにお届けする波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと、明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、国葬の続きからというところでね、無事、花屋さんについて、花をゲットできたんですね。よかったよかった。そしてね、列の最後尾を探す。ね、もちろん、花を買っている間にもね、聖火台への列は伸びているとね。まあ、それはそうですね。その最後尾を発見して並ぶと、中にはね、花を持っていない人もね、いるんですね。何がしたいんだろうね。もしかすると、見学だけの方も1割ぐらいいるのかもしれないですね。よくわかんないですけどね。何がしたいのかなっていうね。自分のね、手前にいたね、おじさん、60過ぎだと思うんですけどね、白髪のね、おじさんがいたんですけどね、何も持ってなかったですね。まあでもね、手を合わせるだけっていうのも大事なのかもですよね。ここでね、警察官に、どのぐらい並んでいますか？並んでいるんですか？ってね、尋ねたんですね。そしたらね、4キロぐらいですかねって言ってね。4キロみたいな。いや、でもね、地図で見るとね、2キロちょっとなんですね。最短距離でも27分って感じなんですね。これ普通に歩いての距離なんですけど、歩いての時間ですね。もちろん、少し進んでは止まる。また進んでは止まる。そしてね、先ほどの警官の言葉がやっとわかりました。なんでかってね、それはね、まっすぐ進むわけではなかったんですね。そう、ディズニーランドのね、アトラクションと同じですね。並んだことがあるなら、ある方ならわかると思いますけど、並んだその先を U ターンしてまさにね、大蛇って言うんですかね、蛇のようになっていたんですね。勝手にまっすぐね、一直線に並んでいるだけと思っていましたが、実はね、綿密に計算された並びになってたんですね。綿密でいいのかな？綿密というその言葉で合っているかどうかはちょっとあれですけどね。途中の信号とかで、その進ませる一回見送るとか、見送るかとかね、やりとりを携帯でね、誘導専門のプロがしてるんですよ。いるんですね、警察以外に。調整しているのがね、最後になって分かりました。いや、プロのね、誘導信号でね、プロの信号でみんなが一列に並んで最後尾までって感じですね。これはでもね、昨日のサーフィンの話の続きにつながるかなと思います。サーフィンで目線のね、リードの話の続きですね。この誘導員がまさに目線、そしてこの列が体に例えられると思ったんですね。この続きはね、後半お届けしたいと思います。いや、今日でね、国葬の下りをね、終わろうと思ったんですけどね、情報が多すぎてまとめられなかったので、明日に続く形で申し訳ないんですけどね、明日で必ず完結させますのでね、お付き合いください。というところでね、全国の波情報、本日の振り返りからですけども、本州の北東エリアを、東北エリアの海上から北東に移動している台風からのうねりが続きました。新たな台風が南の海上に発生したので、そこからもうねりが出始めたのではないかと思います。日本海側は高気圧に覆われ気味なので、落ち着いていました。太平洋側は台風17号の影響で東からのうねりっていうのが続いていましたね。風は台風が離れたので全国的に穏やかエリアが多かったかと思います。明日の波予想ですね。明日はですね、本州の遥か北東に移動した台風からのうねりは続きます。日本海側から東の海上へ移動してきた高気圧によりうねりが拡散されそうですね。新たに台風ね、18号ね、南から来る台風18号からもうねりがね、西エリア中心に本格的に出始めそうです。日本海側は落ち着き気味になりそうですけどね。そうですね。それはあるかと思います。太平洋側は東からのうねりはキープ傾向で、さらに西からうねりがね、
出てサイズを上げそうです。風は少し、風はね、高気圧の張り出しがね、少し気になりますけどね、穏やかエリアが多いんじゃないかなと思います。それでは台風速報、台風17号、北東の遥か東から、さらに、東北の遥か東からさらに北東へ進路をとって、温帯低気圧に変わりますね。うねりは残りそうです。そしてね、新たに発生した台風18号、台風18号、昨日の夜に発生したね、台風ロウキーは、沖縄のはるか南東の海上から北東へ進路を取りますね。その後東へ進路を取る予報ですね。本州の沿岸を東へ進むので、うねりは高まる方向ですね。まあ、上陸はしないんじゃないかなと思いますね。ということで、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルは、明日もね、星4つにしてあります。うん、結構ね、今日より高まるんじゃないかな。風は高気圧に覆われ気味なので、全国的にね、穏やかエリアが多そうです。波のサイズはね、台風がまた近づいてくるので、うねりはキープからアップ傾向ですね。なので今日よりいいんじゃないかなと思ってます。それでは今日の一言ですけども、あ、ちなみにね、国葬の話ですけども、聖火台まではちなみにあと800メートルです。っていう呼び声がね、向かいの道から聞こえる距離まで来た時にはね、なんと並び始めてから3時間が経過してましたね。並び始めたのが14時過ぎなので、そう、それでね、5時、17時の合図ね、17時のチャイムっていうのがありましたので、そこからさらに40分ぐらいでやっとの手荷物検査場ですよ。まあ、このね、手荷物検査っていうのがね、また変わってたんですよね。まあそれは明日、続きはお話しいたします。まあ本題ですけども、本題に戻りますけど、やっと本題かよ、みたいな感じですけどね。ちょっと長くなってるな。昨日に引き続き。昨日は、サーフィンで目線のリードをと言いましたけども、目線がすべて、その目線をイメドルしようと話でしたね。今日は、その目線から体の影響の話ですね。結論から言いますね。目線がね、信号になっているってことですね。ここっすね。うん。ここがね、重要なんですね。赤信号から青になる。その瞬間ですね。その瞬間、足を前に出す。そして、歩道を渡る。この信号の起点はやっぱりね、目線、目からの情報ではないかと思うんですね。目を進行方向へ、波の行く方向へ向ける。その方向へ手を向けて、肩を入れ、骨盤を入れ、膝を入れて足首を固める。で、足裏からボードへ、そして波に伝わるっていうところね。結局、目線から全てが始まるわけなんですね。目線がこれから行く方向を完璧に理解しているか、これに尽きると思うんですね。まあ、そのためには、うん、そしてね、これにはもちろん分かっていると思いますが、イメトレが肝になるってことですね。何やともあれね、イメトレが重要なんですよね、やっぱりね。何度も言いますけども、陸でイメージできないことは、海では絶対にできません。これは基本中の基本ですね、やっぱりね。これはね、何度も言ってますけどね。これがね、分かるか分からないかっていうのでね、やっぱね、変わっちゃうんでね。ほんと、これは意識していただきたいと思います。この繰り返しっていうのがね、重要になるわけですね。でもね、この繰り返しっていうのが、
していくことね、必ず意味で結果、確率が上がるっていうのをね、体感できるので、楽しさがどんどん増していきます。そうなると楽しくなってより続けたくなるのでね、まずは試しにね、やって継続していければなと思いますね。まずね、やってみましょう。やってみないと、そう、それがね、結果につながらないのでね、まずは始めてみる。めんどくさいなと思いますけど、始めてみるっていうところが大事かなと思います。なのでね、ぜひやってね、海でさらに楽しめるっていうとね、いいかなと思います。イメトレね、やってみてください。というところでね、今日は終わりたいと思います。それじゃあ、海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。